UTY アナウンサーの小島勝です。平成29年最初の山梨イマジンですけれども、大相撲十両の竜電をご紹介いたします。竜電は甲府市の出身なんですけれども、4年ぶりに十両に戻ってきました。その十両に戻った竜電なんですが、初めて上がった十両、しかしその場所で怪我をして番付序ノ口まで落ちてしまったんですね。そこから這い上がるっていうのはこれ本当に大変なことなんですが、その竜電を支えてくれたのは山梨の方々の存在、そして親方の存在だったということなんですね。さあ、その竜電ですけれども、先場所勝ち越して、そしていよいよその初場所では十両の10枚目という番付を上げてこれから臨むわけです。これから本当に楽しみになってきます。今回番組の中では稽古の様子、これバチンバチンって本当に当たる音がすごいんですね。ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。そして親方のその十両に対するメッセージなども語っております。見どころ満載の3分間となっておりますので、どうぞご覧ください。1月4日の山梨イマジンは午後6時55分からの放送です。どうぞご覧ください。